ノア・ボンレーは、マサチューセッツ州ヘイブリル出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード。2013から14シーズン、インディアナ大学での初シーズンで、オールビッグ10のサードチーム、オールフレッシュマンチームに選ばれ、新人賞も受賞した。2014年4月3日、NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。カレッジ成績。 シャーロット・ホーネッツ2014年6月26日、2014年の NBA ドラフトでシャーロット・ホーネッツに全体9位で指名を受け、7月25日に契約を結んだ。9月2日、スポーツヘルニアの治療を受け、6から8週の離脱が報じられた。ホーネッツでは開幕からわずか4試合の出場で、12月24日に D リーグのフォートウェイン・マット・アンツに アサインされた。2試合をプレーした後、12月31日に、ホーネッツに戻った。ポートランドトレイルブレイザーズ2015年6月24日、ニコラス・バトムとトレードされジェラルド・ヘンダーソンと、ポートランドトレイルブレイザーズに移籍。9月30日、ブレイザーズは、ボンレイのチームオプションのルーキースケール3年目契約を更新し、 2016から17シーズンまで延長した。2015年11月15日、古巣のシャーロット・ホーネッツ戦で初の先発出場を果たし、24分弱の出場時間で9得点6リバウンドを記録した。2016年1月23日、ロサンゼルス・レイカーズ戦でシーズンハイの11得点を記録したが、3月下旬にスターターの座を モーリス・ハークレスに奪われた。2016年8月31日、右大体部の筋肉の骨片除去の処置を受け開幕には間に合ったが、出場時間はあまり伸びず、シーズン終盤に調子を上げ2017年3月27日のレイカーズ戦では、キャリアハイの14リバウンド、最終戦のニューオーリンズ・ペリカンズ戦ではさらに、更新する19リバウンドをマークした。 シカゴブルズ2018年2月8日、ミロバン・ラコビッチの交渉権とのトレードでシカゴブルズに移籍した。ブルックリン・ネッツ2021年2月8日、ネッツと契約したが、4試合プレイした後解雇された。両親はリベリア出身であり、自身が生まれる前年に移住。ありがとうございます。